グスタフ・アドルフの日は、スウェーデンの他数カ国で、ユリウス歴1632年11月6日、30年戦争のリュッツェンの戦いで戦死した、グスタフ・アドルフを追悼する日である。この記念日の名は王に由来し、スウェーデンとフィンランドの旗の日とされている。かつては、対末更新と愛国的なスピーチで祝われたが、今日では、グスタル・アドルフの顔をかたどったマジパンやチョコレートの、 レリーフを乗せたグスタフ・アドルフ・ペーストリーを食べるのが名残になっている。グスタフ・アドルフはグレゴリー・ウス歴の11月16日に亡くなったものの、プロテスタント国であるスウェーデンでは当時ユリ・ウス歴が使われていたためグスタフ・アドルフの命日は11月6日とされ、現在もこの日付が使われている。グスタフ・アドルフの日は19世紀初め頃から祝われるようになり、 とりわけ彼の命日の200周年を迎えた1832年以降、大衆化した。スウェーデンでは、グスタフアドルフによって建設された、ヨーテボリだけでなく、古くから伝統的な教育機関のある都市、特にウプサラで祝われた。ウプサラは、グスタフアドルフが多額の資金を寄付して、ウプサラ大学を設立したところであり、伝統的な軍事拠点でもあった。しかし、 スウェーデン南部のほとんどを占めるスコーネ地方は、グスタフ・アドルフの地世当時デンマーク領であり、デンマーク側として、グスタフ・アドルフと戦ったため一般的ではない。ストックホルムの LVSJ 区にある旧豪太、ランドスバグの一部に、シュテノーベンバー・ベーガンという道路があるが、これはこの日にちなんで名付けられた。フィンランドでは、1908年、イコースウェーデン語は者によって、スウェーデンの日、 フィニッシュ・スウェディッシュ・ヘリテージデーとして祝われている。フィンランドと同様に、エストニアも、グスタフ・アドルフの知性人には、スウェーデンの一部だったため、この日は、グスタフ・アドルフの日として知られる。これらの参加国では11月6日を、グスタフ・アドルフの生命祝日とされ、スウェーデンでは、グスタブス・アドルフォス、フィンランドでは、クスター・アドルフが成人名になっている。 abcdef ナショナレンシャイクロペディン、グスターベアドルフダゲンハットナショナレンシャイクロペディン、グスターベツーアドルフハット abcde, グスターベエードルフス、ベイクルソンズヒストリア。ダンスカウィナーベージリアット。2014年2月5日、閲覧。フラックデイズスウェーデン。フラックスオブザワールド。2014年2月20日閲覧。フライングザフラック。 フィニッシュミニストリーオブザインテリア2014年2月20日閲覧スウェディッシュネームデイズインフィンランドバルズバンスカ2014年2月20日閲覧フィニッシュネームデイズバルズバンスカ2014年2月20日閲覧ありがとうございます